人間社会学部情報社会学科教育学研究室の平田文子先生と栗原真一さんですお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,ししますではまずは平田先生先生の専門分野について伺いますか研究の専門分野は教育学教育思想です教師を目指す学生さんたちに教育の原理各国の教育制度社会科の教育方法道徳教育を教えています 現在の学校教育が抱えている課題について考えその課題に立ち向かうことができる知識と教養を兼ね備えた教師を養成することを目指しています栗原さんはなぜこの研究室を選んだんでしょうかはいあの中学生の頃に担任の先生に憧れて最初は教員を目指していたんですがさまざ、あ、まな事情があって、まあ、高校で諦めましたただ埼玉工業大学学にに入学するとき この大学に教職課程があることを知り親の勧めもあって教師をもう一度目指そうと思い教職課程を選びましたなるほどでは平田先生今回ご紹介いただく研究について教えてくださいはい今回は教職課程で学ぶ教科についてお話したいと思いますまた大学で教職免許を取得する学生の人数や教員採用試験対策について合わせて説明したいと思いますそれでは平田先生よろしくお願いします、はい、お願いします 情報社会学科で取得できる教員免許状についてお話しします第1種教員免許状の中学校社会科、高等学校公民科、高等学校情報科この3種類が取得できます教職課程には4つの種類の科目がありますまず教える教科についての専門知識ですこの部分は情報社会学科の専門の知識と重なる部分が多いのですがただ1つ教科の指導法に関する科目があります これは、社会科教育法ですとか、社会科公民科教育法ですとか、情報科教育法といったように、実際に中学校・高等学校で使っている教科書をもとに実際に授業を行う実践的な科目になります。次に、教師として必要な知識・技術に関する科目です。この科目は、教育の基礎的理解に関する科目、例えば教育原理ですとか、教育制度論ですとか、また、 心理学的な子ども生徒の認知発達機能に関する理論について学びますここの教科は学科の壁を取り払って工学部人間社会学部全学部の教職課程の学生さんたちが一同に一つの教室に集まります次に社会人としての常識基礎的教養の科目ですこの科目は体育ですとか英語ですとか情報機器に関する科目そして日本国憲法などがあります 教職課程には専用の ICT ルームがあります実際にこの教室がそうなのですが ICT 機器を活用した授業づくりに力を入れている本学においては文部科学省のギガスクール構想というものを立ち上げているため教育実習に行った際に各自治体の中学校高等学校においては電子黒板ですとかあるいは生徒それぞれが自分個人のタブレットを利用しているということがあります。 教育実習に行った時に、そのような危機に対応できるような力がないと困ってしまうということになります。そのため教職課程専用の ICT ルームを作りまして、そこで学生たちが自由に模擬授業の練習ができるようにしております。これは実際に栗原さんが電子黒板を使用して模擬授業を行っている様子です。映し出された画面に自分で手書きの字を書けるようになっています。また。 資料や地図なども大きく映し出すことができそこに自分で文字やら丸印をつけることができるようになっていますこれは本学の卒業生が中学校の社会科の授業を行っている様子です秋田県の採用試験に合格した卒業生ですが中学校の地理の授業を行っている様子になります ICT 機器を使用しながら授業を行っています電子黒板と板書を巧みに利用して授業を行う様子がわかると思います これは高等学校で情報科の授業を行う卒業生です福島県の採用試験に合格した卒業生です情報科の授業といいましても本学では生徒との対話形式の授業を重視するように指導しておりますそのため情報の授業においても生徒との対話を大切に授業を展開している卒業生の様子が見られます最後に教員採用試験対策においても抜かりなく指導を行っております 秋と春の直前対策を行って学生たちが自信を持って教員採用試験に臨めるように指導を行っておりますもう平田先生が思うこちらのまあ研究室教職課程の魅力ややりがいというのはいかがでしょうかはい、はい、教師の仕事は次世代を担うが若者を養成するという責任の重い仕事ですそれとともに生徒の成長を目の当たりにできるやりがいのある仕事ですそのことを教師を目指す学生さんたちに教えていきたいと思っています 多学科の学生と知り合えたり、いろいろな人の授業や考えを知ることができるのが楽しいです。また、模擬授業においては、自分の説明に対して理解をしながら聞いてくれる姿を見るのがやりがいです。模擬授業というのはどういったものなんですかあの先ほど先生が言ったように、教科教育法という授業の中でまあ、模擬授業を行っていくんですけども、まあ、その自分がまず一からその構想をどういうふうにやっていこうかってやったりとか、どういうことを教えていこうか、 どの点に対して注意して教えていこうかというのを一から考えて授業を作っていくでそれをみんなの前で発表するという感じになりますより実践的な授業、ね、ということなんですねこの栗原さんご自身が教職課程を通して成長したなとかこう学んでいるなって感じる部分ってどういったところですか はいあの、まずは自自分の授業にに信を持てるようになりました何回もこう模擬授業をさせてもらったりとかしてあの友達と意見を出し合ったりこの立ち居振る舞いとかっていうのを学んで、まあ、最初はすごい不安で恥ずかしかった自分の授業にも自信を持って臨めるようになりましたでは最後にお二人から高校生の皆さんにメッセージをいただければと思いますでは最初に平田先生お願いいたします。はい、皆さんは中学高校時代のの先生たちちにどのような思いをお持ちですか 教職課程に登録する学生さんたちのほとんどは、高校時代の担任の先生のようになりたいとか、部活の顧問の先生のように、熱心に生徒の成長のために努力する先生になりたいという気持ちを持っていると思います。そのような思いを形にして夢を実現しましょう。恩師の先生たちはきっと喜んでくださると思います。 教職課程でででは願ってもでききなないようなことを数多く経験できます例えばあのここは埼玉工業大学で工業大学なのでこ情報機器であったりとかっていうふうにこちらの ICT ルームのように、まあ、非常に情報機器にも揃っております。まあ、それにあとやっぱり教職ですので人の前に立ってこう発表するっていう機会が非常に多いので他の研究室とかゼミとかっていうのよりも多分多くあの発表する機会があると思います。 教員を選ばなくても自分の可能性を大いに広げられるため、えっと、教員になることを考えていない人も教職課程を選択肢の一つに入れてほしいと思います埼玉工業大学の教職課程は優れた設備や先生の手厚いサポートがあり教員について学ぶには絶好の場所です。平田先生、栗原さん、どうううもあありりががととごござざいいまましした。た。